はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の横溝です。いよいよですね、本試験2週間前というところまでやってきました。まあこの時期何をすればいいのかなって正直よく分かりませんというような方も多いかもしれませんが、まあ、2週間前なのでね、まあ2週間前ならではということを一つお話ししておくと、まず頭を今までの予備校のね、レックをはじめとしたさまざまな予備校の模擬試験などの問題の出し方に慣れてきているところを切り替えて、本試験の内容にきちんと頭を切り替えていかなきゃいけない。よく本試験脳って言ったりするんですけど、頭のことね、本試験脳への切り替えという言い方をするんですけれど、それを心がけることはとっても大事なんです。具体的に何するかといったら、直近3年分でいいや、直近3年分の本試験の問題を投資でやる、ね、問題1から問題60まで投資でやる。やはり予備校の模擬試験の問題とは文章の文体も多少違うだろう、問題の問い方も違うかもしれない、まあ、リズムみたいなもの当然ありますから、そのリズムがどう刻まれてるかなっていうのは、やはり本試験の問題のリズム、独特のリズム、雰囲気、分量などを改めてもう一回体で感じて、そして問われ方への対応力を本試験側に持っていかなきゃいけない。これはね、ちょっと心がけておくといいと思いますよ。それから2週間前でしょう、やはりね、あの行政手続き法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、それから憲法の統治の条文など、まあ、民法でも一部条文知識大事なところありますけれど、そういった条文知識の確認というのは、やはりここからさらに力を入れてやっていかないといけないかなということになるかと思います。知識の精度を高めるという意味ではね、とにかく覚えてなきゃいけないことをしっかり覚えていく。その意味では、あの個人情報保護関連サボってる人ね、個人情報保護関連も今の時期からで十分まだ間に合いますからね。条文内容とそれから本試験の問題の内容などをきちっと照らし合わせるっていう作業を丹念にやっていく、もうすでにやってる人はそれを繰り返していくってことを心がけてください。まあ、やはりなんだかんだ言いながら、行政法、民法、そして、一般知識のところに時間を多く取るというのは今まで通りです。今まで通り、ただ覚えるっていうことについての意識を強く持つっていうのは、やはり2週間前であるからこそなんだろうと思いますから、ちょっとその辺意識しながらね、今まで通りの勉強は続けていくんだけど、より覚える、でちゃんと自分が覚えてるかどうかの確認をするってところをしっかりやっていただく、これが2週間前は大事なんじゃないのかな、はい、ということなんですね。次皆さんにメッセージを送る頃には本試験1週間前になってます。またその時に1週間前ならではの話っていうのをねしていきたいと思いますので、またその時お会いしましょう。ひとまずは体に気をつけてね、ちょっと寒くなってきましたからね、残り2週間駆け抜けていってほしいなと思います。じゃあまた1週間前でお会いしたいと思います。